この動画は JLCPCB の提供でお送りします電解コンデンサ静電容量以外にも余分な成分があります今日はどうしてで、まあこの装置を使ってその静電容量以外の余分な成分というのはどんなものなのかというのを見ていきますその前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介ですどうぞ プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです今日の実験で使う基板も JLC で作りました最近ですね特に多層基板の製造を頑張っていて皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということですやはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです6層 100×100mm 基板で5枚60ドル最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました 6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひいろいろ試してみてください電解コンデンサーの ESR あまり聞き慣れないかと思うのですがこれは電解コンデンサーが持っている抵抗成分です, series resistance. です実際に電解コンデンサーを使うとその理想と現実の違いというのを思い知らされます。 全てのキャパシタ電解コンデンサーに言えることですが理想的な状態というのは本当に静電容量だけがあるものですですが実際には抵抗の成分 ESR そしてインダクタンスの成分 ESL なんてのも見えてきます電解コンデンサーを使うとこういった本当はついてきて欲しくないけどついてきてしまう余分なものもあるわけです 実際に電解コンデンサーの ESR を測定器を使って見てみます。これは日本ケミコンの LXZ シリーズという電解コンデンサーです。比較的低い ESR を持っています。定格は5 0 v 4 7ッ f です。測定器につなぎました。静電容量は4 9 5ッ f です。定格とほぼ一緒です。その下に ESR と表示がありますが、これが先ほどから話している透過直列抵抗です。 1.16オームとなっているので、これ何も知らないで電解コンデンサーを使っていると結構大きな抵抗値ですよね。回路に組み込んだ時にも何かしらの影響が出てきそうな値です。電解コンデンサーのインピーダンスの周波数特性を見ていきます。横軸が周波数、縦軸がインピーダンスです。それぞれ静電容量 ES、esresl のインピーダンスをプロットしています。今回は電解コンデンサーでやっていますが、他のキャバシタも大体似たような特性を持っています。 静電容量の成分について周波数が高くなるほどインピーダンスは低くなっていきますのでこのような特性になります次 ESR これはですね周波数によって実はそこまで変わらないんですね、まあ、こんな感じの、まあ、おおよそ平坦フラットな特性になります最後 ESL ですインダクタンスの成分です 電解コンデンサーに電流が流れるわけですが電流が流れるところがあればどうしてもインダクタンスの成分というのができてしまいますインダクタンスは周波数が高くなるほどインピーダンスは高くなっていきます電解コンデンサのインピーダンスはこれら3つの成分の直列接続ですなのでこの両端から見た時のインピーダンスというのはおおよそこんな感じになります 今回の本題からはそれますが周波数が高い領域例えば数メガヘルツ領域ですと電解コンデンサーはインダクターのように振る舞います電解コンデンサーはフィルムキャパシタとか積層セラミックキャパシタとか、まあ、そういったものと比べると ESR がどうしても大きめになってしまいますなのでここら辺の 10kHz から 100kHz 付近のインピーダンスがどうしても高くなってしまいますただ電解コンデンサーの特徴として静電容量が非常に大きいというのがあります この中に大量の電荷を貯めて、そして負荷が必要としている時には供給というのができるわけです。ですので、電源電圧の平滑化などに電解コンデンサーはよく使われます。ただ理想としては本当に静電容量の成分だけでできてほしいです。ESR ができる理由について電解コンデンサーの中身を見ながら話します。これが電解コンデンサーの中身です。こういう風うに広げると中身が見えてきます。 まず1つ目こちらの光沢のない箔がありますがこれはアルミ溶極箔ですこの表面に誘電体を作るのですがそこで発生する誘電体損は ESR になりますそして電解コンデンサーの中には電解液が入っていますその電解液の抵抗成分も ESR です電解液を保持するためにこのように電解子が入っていますこれも ESR を作る原因ですそしてこちらの箔の抵抗成分も ESR になります こちらの陰極白はほぼアルミです。そして陽極白、表面は酸化アルミですが、中はまだアルミの状態です。それ以外にも白と端子を接続するためのリード線、電極がありますが、これも ESR になります。巨大電解コンデンサーの分解動画については概要欄にありますので、そちらもぜひ見てください。でかいです。 データシートを見てみると ESR が書いてあるものであったり ESR を計算できる場合もあります。こちらのタンジェントデルタです。タンデルタとか呼びますね。今回使っている電解コンデンサー、格電圧 50V のもののタンジェントデルタ、最大値は0.1です。20度 120Hz という条件付きです。 実際に単ンとデルタから ESR を計算していきます。こちらの式を使います。実際にいろいろと計算していくと 2.8Ω になります。これは 120Hz の時の最大値です。ただ先ほど実測した値ですと 1.1Ω でした。データシートから計算すると少し大きめの値が出てくるようです。なので測定器を使って実際に使う周波数で ESR を測った方が良いでしょう。 これから ESR の実験をしていきます電解コンデンサの ESR ですが基本的にない方が良いですなぜ ESR がない方が良いかというと ESR があるると発熱すすからですこの回路を使って電解コンデンサがどれくらい発熱するのかを観察しますちなみにプリント基板はスポンサーの JLCPCB で作成しました 回路は簡単で高圧コンバーターの出力電解コンデンサーをなくして、そして負荷部分を RC 直列回路に変えただけです。上のスイッチがオンの時、電解コンデンサーに電流を流して充電します。その後上のスイッチをオフにして下のスイッチをオンにします。そうすると電解コンデンサーから電流を引き抜いて放電します。電解コンデンサーにとってはかなり厳しい回路です。 こちらの回路を使って電解コンデンサにリプル電流を流すわけですが、流して良いリプル電流の最大値はデータシートに記載があります。今回の場合ですと2 6 0 m a アです。ただ、今回の実験については実際に発熱するというのを皆さんに見せたいので、定格の数倍のリプル電流を流します。というわけで実験を始めていきたいと思います。こちらのサーモグラフィーで温度測定しながらです。スイッチ入れます。 今電解コンデンサーに電流が流れている状態です発熱してきましたねこちら赤くなってきたと思いますちょっとこのまま早回ししましょう実験を開始してから2分程度を経過しましたが電解コンデンサーの温度は66度となっています結構温度高くなっていますね電解コンデンサーにさらにリプル電流を流すために電源電圧を高くします今4 0ボルトかかっていますそうしますと温度はどんどん上昇します 現在の温度が98度となっているのでかなり温度は高くなってきていますこのように電解コンデンサに電流を流すと ESR が原因で電解コンデンサ自身が発熱します今温度100度を超えましたね非常に高温ですこれよりさらに電流を流していくと ESR とリプル電流によってさらに発熱しますそうすると中に入っている電解液が沸騰して内圧が高まり破裂するというふうになります 動画の最初で見ましたね。改めてなんで ESR があるとダメなのか。実験パートでもやりましたが、電解コンデンサーに電流が流れていくと、この ESR の部分で発熱があるからです。電解コンデンサが発熱するというのはどういうことかというと、中に入っている電解液が蒸発を始めます。 電解液の蒸発が始まるとこの ESR はさらに大きくなります。ESR による発熱は電流の2乗と抵抗に比例しますからこの抵抗分が大きくなると発熱はさらに大きくなるわけです。 そうやって加速度的に電解コンデンサの寿命が短くなってきます。最終的には電解液が乾ききって静電容量が非常に低くなった状態の故障になります。それ以外にも ESR があることでこの部分での電圧効果が発生します。 こちらに接続された負荷に大きな電流が流れる時っていうのは電解コンデンサーから電荷を供給してやりたいわけですが ESR があると電圧効果が生じて本来想定したよりも少ない量の電荷しか、まあ、つまり電流しか供給できなくなります。 なのでコンデンサは全般に言えることですが ESR が低いいほど電解コンデンデサとししては望ましいですもちろん電解コンデンサ以外のフィルムキャパシタとか積層セラミックキャパシタとかにも同じことが言えますなので電解コンデンサーメーカー各社が白の構造を工夫したり電解液電解質に改良を加えるなどして ESR がなるべく低くなるようにしています ここまで来て実際の回路設計で ESR を下げたい場合はどうすればいいかいろいろあるかと思いますが2つ紹介しますまず1つ目が低い ESR の電解コンデンサーを使うことです電解コンデンサーメーカーの製品ページ見てみると低 ESR 品とかロー ESR 品とかありますのでそういったものをセレクションガイドから選んでみると良いです2つ目が電解コンデンサーを並列に接続します 例えば2並列にする場合、静電容量は2倍になりますが、ESR は半分になります。2並列に接続したことで、電解コンデンサーに流れる電流は半分になります。当然、ESR 部分に流れる電流も半分になります。そうしますと、ESR 部分で発生する発熱というのは、電流が半分になるので、損失は4分の1になります。非常に発熱は減ります。 それ以外にはフィルムキャパシタを電解コンデンサに並列接続するとか、あとは積層セラミックキャパシタを使うとか、いろいろやり方はあるかと思います。実際に実験して試してみます。では実際に電解コンデンサを2並列にして ESR を下げてみます。先ほどと同じ実験条件です。電解コンデンサを2並列にした結果、一つのコンデンサに流れ込む電流は半分になりました。 そのおかげでかなり発熱は減っています。電解コンデンサーが1つだけの場合は66度でしたが、2並列にすると53度となります。約13度の温度低下です。 電子部品全般に言えることですが温度が10度下がると寿命は2倍になります例えば電源の出力部分の電解コンデンサが2並列になっていたり3並列になっている設計があるかと思いますそれは静電容量を増やすという目的もありますが ESR を下げるという目的もありますというわけで電解コンデンサの ESR についての動画でした 実際ですね、電解コンデンサーに電流を流すと結構発熱します。特に電源回路周りで電解コンデンサーの選定非常に重要です。基本的には ESR の低い電解コンデンサーを選んでおくと、まあ間違いはないかなといったところです。発熱も減るので寿命も長くなります。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から。